つまらないと感じるのは兄さんが満たされているからだ。違う。
Thank you.
俺はあの時娘の目の前で父をこき下ろしたんだ。もちろんそんなつもりはなかった。俺は国王としての不甲斐なさを指摘したのだから。自分が間違っているとは思っていない。だが娘にとって父はやはり父なんだ。親をバカにされて黙っていられる子供がいるわけがない。何を企んでやがる。まあ俺は金さえもらえれば誰がどうなろうと構わねえがな。Thank you.
ビルノアまでは約1週間の道のりだった。旅は順調で、3日目には全行程の半分を踏破することができた。土煙を上げて迫ってきたのはアルトリア騎兵の一団だった。何かを追っている様子だったが、それがまさか俺たちだったとは。今思えば得体の知れない荷物にもっと疑問を抱くべきだったのか。らしくない。荷から出てきたのは、あのおてんば姫ジェラードだった。性根の腐ったこいつを殺してやりたかったが、それよりも今、俺は。リュウゼ、苦しい。助けて、助けて。ロンベルトは二重の手を打っていたんだ。誘拐の発覚を予見し、王女捜索部隊に薬を持たせ、俺たちがビルノアにたどり着けば何の問題もなく、
仮に発見されたとしても騎兵は薬を使うな。王女の意識がないのは最初から分かっているが、効果は見ての通り。王女は魔物と化し、真相を知る者は残らず死ぬ。多分王女さ。多分あいつの選択が正しいんだろう。だが俺は逃げる気にはなれなかった。戦場でもこんな気分になったことはない。ロンベルコ、絶対殺してやる。だがジェラードはどうすればいい。聞いたことがある。神々は魂を冒涜する存在と常に人知れぬ場所で戦いを繰り広げているのだ。我と共に生きるは霊源なる勇士、逃げよ。戦いは俺にとって最高の喜びだった。だが今は違った。つまらないと感じるのは兄さんが満たされているからだよ。違う。他人が朽ち果てることで自分を確認できる。そうだ、絶対的な価値観を持つことができず、相対的にしか判断できない人種。他人を見下す思い、歪み。俺もあの国王と同じなんだ。
ちゃん、アリューゼを助けてやってくれ。助ける？助けるとは一体どのようなことを指す？それは生き続けることか、それとも私に選ばれることか。こいつじゃ、わらわを裏切った男は。なぜ俺を助けた？私からのせめてもの鼻向けだ。長い付き合いになりそうじゃの。確かに長くなりそうだな。